中国外相、台湾新総統を名指し、非難、民族と祖先裏切り。中国の王岐共産党政治局委員県外相は21日、習近平政権が独立派と敵視する台湾の頼み政徳新総統が民族と祖先を裏切る、はずべき行為をしていると名指しで非難した。台湾独立派が歴史的な地獄を味わうだろうとも主張した。カザフスタンで開かれた上海協力機構、SCO、 外省会議での発言として中国外務省が発表した。王氏は国際会議の場を借りて、ロシアなど友好国に向けて台湾統一を目指す中国の立場の正当性を訴えた形だ。中国は台湾と友好関係を深める国々に対しても批判の矛先を向けている。外務省の欧文賓副報道局長は21日の記者会見でブリンケン米国務長官が来市の就任に祝意を表したことに、 強烈な不満と断固反対を表明した。米大官のいかなる公的交流にも反対だと述べ、米側に抗議したと明らかにした。もともと台湾は中華人民共和国には属していないから、独立反対との中国の主張は間違っている。中国の主張は領土的野心の裏返しだ。大陸で成し遂げたチベット、ウイグル、内モンゴルへの野心的成果を海洋国家に向けているということ。台湾の後、 次の野心は沖縄に向けられることは習近平が琉球という表現を使い始めたことからも明らかだ。かつて長考していた沖縄を手に入れ、日本にも作風体制に入れということだろう。台湾有事は日本の有事というのはそういうことだ。台湾問題、支持、求める、中央アジアで外交構成、中国外相。 中国の大気共産党政治局員兼外省は20から21日に中央アジアのカザフスタンで開かれた上海協力機構 SCO 外省会議に出席した20日に台湾新総統に就任した頼み政徳氏の動向を睨み台湾統一を目指す習近平政権への支持を求める外交構成を展開友好国と足並みを揃え台湾の国際的孤立を国内外に印象づけようとした 中国外務省などによると、王氏は20日、カザフの首都アスタナで、トカエフ大統領のほか、少なくとも5カ国の外相との会談をこなした。全員が、台湾は中国の一部とする州政権への支持を表明したという。王氏は、それに応えるように、経済、貿易、新エネルギー、テロ対策などでの協力強化を約束。ロシアのラブロフ外相とは、中ロ首脳の再会談について話し合った。 21日には、イランの外務次官と会い、同国のライシ大統領らの自己死に哀悼の意を表明。王氏は、中国は、イランの友人と共にあると語りかけ、今後も変わらず、両国関係を進化させていくと強調した。会議期間中、王氏は、檻に触れて、台湾問題に言及。21日には、ライシが、民族と祖先を裏切る、ずべき行為をしていると、名指しで批判した。一方で、中国外務省は、 SCO 加盟国で会議にも出席していたインド代表とのやりとりは発表していない。中印関係は国境問題をめぐって悪化しており、王子の全方位外交にも影を落としている模様だ。中央アジア5カ国は一貫して領土一体性原則の観点で台湾独立を認めておらず、今回もその原則を単に繰り返したに過ぎない。 台湾海峡有事が発生した場合に中国を支持するとは一言も言っていない点がむしろ重要なのではないか。中国、中中韓日講使を呼ぶ台湾問題で厳正な立場表明。中国外務省が中中韓国日本講使に会って台湾問題をめぐり抗議したと22日明らかにした。中国外務省は22日、劉慶省アジア局長がこの日、 在中日本大使館の横地昭講氏と在中韓国大使館の近関係、金繁悠講氏をそれぞれ呼んで中日間協力に関連する業務について全面的に深い意見交換をしたと明らかにした。続いて、劉慶省局長は台湾問題に対する中国の厳正な立場を明らかにしたと伝えた。この日の措置は、 20日の頼み政期待案総統の就任式に韓日の政界関係者が出席したことを問題にしたとみられる。在韓中国大使館側は前日 SNS を通して韓国台湾議員親善協会長の長与康、やす、ちょぎて国民の力議員らが台湾を無断訪問して就任式に出席したとし韓国に抗議したと明らかにした。ただ、 中国側は発表の過程で強い言葉を使わず、韓中備協力を全面に出したという点で程度を調節したという分析が出ている。日韓共に主権国家であり、中国にとやかく言われる筋合いはない。さらに、中日大使の発言で日本国民を同活するような言動をしたこと、また、尖閣に侵犯していることを思えば、日本政府も中国中日大使を呼んで厳しく抗議するべきでしょう。なんとなく、 岸田政権が舐められているような感じを受けますが、そこは毅然と対処してほしいですね。頼み新政権発足も続き中国と台湾の政治的緊張。日本企業は、駐在員の人員最小化、生活必需品の備蓄などの決定を。5月20日、新たな中退関係がスタートした。1月の総統選挙で勝利した頼み政徳新総統の就任式が行われ、50以上の国と地域の代表団500人以上が参加し、 日本からも30人余りの国会議員が参加した。来志は同じ民進党の蔡英文政権で副総統を務め、同政権が掲げる現状維持路線を継承するが、中国は民進党を台湾独立派と位置づけており、頼み新政権の外交政策の行方を強く警戒している。今後、中台関係はどうなっていくのか。そして、台湾有事への懸念が広がる中、 台湾に駐在員を置く日本企業はどういった備えをしておくべきだろうか。中台関係は今後4年も緊張続く。まず、来志は最志と同じくアメリカや日本など価値観を共有する国々との関係を重視し、中国による圧力には屈しない姿勢を維持することから、今後少なくとも4年間の中台関係は政治的緊張を抱えたものになるを。近年、台湾友人への懸念が広がる中、 それが払拭されるほどの関係改善があるとは考えにくい。蔡英文政権の8年間、台湾に対しては多種多様な圧力が加えられた。2022年8月、当時のペロシ米会議長が台湾を訪問した際、中国軍は台湾を包囲するように大規模な軍事演習を行い、大陸側からは複数の弾道ミサイルを発射され、これまでになく台湾を取り巻く軍事的緊張が高まった。 発射された弾道ミサイルのうち5発は日本の排他的経済水域に落下した。これによって大韓航空やアシアナ航空は韓国と台湾を結ぶ直行便の運航を一時的に取りやめた。経済的圧力や外交的圧力も、軍事的圧力だけではない、経済的圧力も加えられた。中国は台湾産のパイナップルや柑橘類、高級魚旗などを突如一方的に輸入停止にするなど、 経済的威圧を仕掛けることで台湾を揺さぶった。輸入停止によって帰って経済的損害が大きくなる場合もあるので中国側も都合のいい輸入品に焦点を当てているだろうが台湾産パイナップルではその後日本が大量に輸入するようになった。また台湾に外交をできなくさせる外交的圧力も激しくなった。 真中的な政策を進めた国民党、バイエキュー政権の8年間で国交を台湾から中国に移した国はなかったが、蔡英文政権の8年間では、2017年のパナマ、2018年のドミニカ、2018年のエルサルバドル、2019年のキレバスとソロモン諸島、2021年のニカラグア、2023年のホンジュラス、そして今年のナウルのように、脱台湾の断交ドミノが続いている。 中国は多額の経済援助で中南米や南太平洋の国々で影響力を強めているが、その狙いは台湾に外交をできなくさせ、そもそも国ではないことを既成事実化させることにある。他にも偽情報の露布やサイバー攻撃などあるが、こういった多種多様な圧力が引き続き加えられることは間違いないだろう。安泰ではない与党と新政権。一方、台湾内政に着目すると、 来氏は、再英文路線の継承のみに、徹してられない事情もある。来氏は、1月の総統選挙で勝利したものの、その得票率は40%ほどで、再英文氏が当選した時よりも10%以上も低い。また、日本の国会にあたる立法院で、国民党が第一党となり、若年層では、過半数近くが民衆党に投票するなど、民進党は、決して安泰ではない。来志が、4年後の再選を狙うのであれば、 民進党の支持回復に努める必要があり、最初と比べ、中国の圧力には屈しないというトーンを下げざるを得ない可能性もあろう。海に囲まれ、孤立前提にリスク管理、必需品の備蓄、シェルター位置確認を。しかし、習政権は台湾統一のためには武力行使を辞さない構えを堅持しており、日本企業としては軍事的、経済的、外交的など、あらゆる圧力が加えられ、 ペロシ包帯のように一つの出来事をきっかけに一気に軍事的緊張が高まるという前提に立つ必要がある。筆者は長年海外に進出する日本企業向けに安全保障リスクの観点からコンサルティング業務を行っているが、ペロシ包帯の際、企業の間では台湾への出張を控えさせたり、台湾在住の社員を自宅待機、テレワークに切り替えさせたり、社員の台湾からの退避を検討する動きが見られた。 ウクライナと違い、台湾は海に囲まれている。軍事的緊張によって民間航空機がストップすれば、すぐに牢上のみとなる。有事となれば、台湾からの退避は事実上難しくなる。日本企業としてはこの前提に立ち、台湾における駐在員の数を平時から必要最低限とし、社員の台湾への出張期間も可能な限り短くする必要がある。有事がいつ発生するかの判断は難しく、 呂上の身になる社員の数を可能な限り少なくするためだ。また、軍事的な潜在的脅威がある環境下では、企業としては社員の水や食料、医療品など必需品の備蓄、仕事場と住まいの双方でを徹底しておく必要がある。有事となれば、社会インフラが一時的にでも麻痺することは避けられず、その状況下で必要品を持っていなければ、社員の安全と命に直結する。さらに、 台湾にはあちらこちらにシェルターがあるが、社員に対して自宅や仕事場から最寄りのシェルターの位置を複数確認させておく必要がある。有事となれば多くの市民がシェルターに身を隠すことになるが、場所によっては一つのシェルターに多くの市民が集中する可能性があり、いくつのかのシェルターの位置を確実に知っていれば、より安全にシェルターで身を隠すことができる可能性が高まる。